はいどうもおはようございます、こんにちは、こんばんは。ドラゴン TK です。まだ生放送できないんですが、一応ね、進撃の巨人生放送ではなくて新事業の方やっていきたいと思います。おう、まあそれはいいとして、プレスタッチパーズ、タッチパーズボタンということで押していきましょう。進撃モードから最初のモードやっていきましょう。ストーリーの方ね。おお、今から100年以上前、この世界に巨人が現れたと。うん、巨人と人類との間には圧倒的な力の差が存在し、たちまち人類は絶滅の危機を迎えた。生き残った人類は巨人が越えられない強固な三重の壁、三重の壁、マリア、ローゼ、シナを築き、安全な風と領域の確保に成功した。うん、しかしですね、一応ね、このゲームは進撃の巨人のアニメを、人類は思い出した。ボイス入ってた、よかった。まあ入ってるわな、プレステ4やし。奴らに支配されていた恐怖を、アニメの追体験は劇場版の方ね、再現しております。プレステ4でね。うわー、でかいね。なんかいろいろ CM とかでもいろいろこれあったんですけど、うん、蹴る、まさかな。おうおうおお、おお、小さな巨人が穴を開けられたと。100年続いた人類の平和は、突然現れた超大型巨人によってカビとともに破壊された。崩壊じゃね。巨人の侵入を許した人類は最も外壁の壁、外側の壁、ウォールマリアを放棄、匂いの人口と3分の1の領土を失い、人類の活動領域はウォールローズまで後退した。だがそれと同時に人類は目を覚ます。よし、壁、ん、うん、壁ね、壁三重の巨大な壁ね。三重って呼んでもうたし何、三重県ちゃうっつうんだよな。うん、まあこれ読んでもいいねんけど、まあ別に。現在公開の情報ね。おお、進むできるんや。あれから2年、志願しなくを出た3人は第104期の訓練兵となり、教官に鍛えられる毎日を送っていた。まあしんどそうっすねどうした、第104期訓練兵団、ここには役立たずしかいないのか。立体機動装置を扱えない奴はおとりにも使えん。他の連中も聞いておけ、今の貴様らはせいぜい巨人の餌になるしかないただの家畜。そんな貴様らに我々が巨人と戦う術を叩き込んでやっているのだ。餌のまま死にたくなければ必死に食らいついてこい。次、用意はいいか。よさ、お、出てきたね。エレンが来ましたよ。装置を使いこなせるようになれば、巨人どもなんて敵じゃない。俺は強くなる。巨人を一匹残らず駆逐してやる。まずは立体機動術の基本。もう基本。移動。上昇。おお、なるほど。任務、目標地ね、向かえ。まあね、アンカー射出。おお、やっべ、おお、いいね空中で L プラスで立体起動、 L プラスで空中で L プラス、
ガスの残量に注意しておかねえと。おいしょおいしょ、ほらよ、目標地点へ向かえ。おいしょ、ジャンプって一回ジャンプして、これで後でもう一回バツを押すブーストするみたいですね。これね、こうやって。で、アンカー射出は四角同士、四角で、でブーストで、これで、ああ無理やった。もうなかなかに面白いですね、操作がやばい、面白い。うん、目標地点を迎え、オッケーオッケー、任務成功、目標地点へ到達。で、いいだろう、これで貴様らでもおとりくらいは務まるはずだ。おとりくらいで、次は巨人を模した目標に対する攻撃訓練だ。まずは小さい巨人からやってもらう。おお、なるほど。巨人が近くにいる場合、R1 で戦闘状態に移行しますと。さらに、四角を押すと巨人の部位にアンカーを射出し、立体機動戦闘を開始します。この状態では、L による旋回移動や、×によるブースト移動が可能ですと。ほほほほほ。立体機動戦闘中、L を入力しない状態だと、巨人に突進することができますと。ほほほ。なるほどね。巨人の近くまで突撃突進し、巨人にぶつかる前に三角を押すことで V に攻撃を行います。なるほど。三角を押すことで V に攻撃ね。突進中、×で加速した後に攻撃することで、ロイダメージを与えることができますと。ほほほ。R で狙う V を切り替え、再度、四角を押すことで違う V にアンカーを刺すことが可能です。ただし、旋回やブースト移動をし続けると、アンカーに負担がかかり、アンカーが外れるので注意が必要です。おお、なるほどね。では、一旦、R1 で。巨人の弱点部位は理解しているな。そこに狙いを定めて。よし、攻撃を当てろ。いけたよ。うん。うん。巨人、簡単にいけたけどな。まあそれは分かっとるよ。次は大型の巨人に対する攻撃訓練だ。おお、よし、アンカーで射出。あ、ミスだ。ちょっと待って。R で V を、なるほど。おーし、こんな感じですね。なるほど。ああ、おっしょー、どうだ。何をもたついている。おお、上にできたんか。おし、これで一旦これで、おっしょー、間違えた間違えた。おいしょ、何入力なしで突進、 L 入力なしで突進、突進中にバツでブースト。なるほど、ね、あ、ミスた。うん、いけたね。突進中にバツでブーストね。ブースト中に三角で攻撃と。おいしょ、これやね、先やっとったやん。まあそれは問題ないか。まあいいだろう。まあいいか。ちょっともたついとったけどね。ガスは吹かせば消耗する。うん。刃の乾燥とガスの補充は戦闘に必須である。必須ね。実戦を想定した訓練を行う。よし。直ちに判断して必要があれば補給しろ。うん。補給兵。戦場の各地に出現と。なるほど。補給兵に、補給兵の近くで丸を押すとアイテムを補充できますと。所持しているアイテムは上を押すことで使えますと。うん、また、
横で別のアイテムに切り替えることも可能です。なるほどね。立体起動中はガスが減っていきなくなると、さまざまな行動に制限がかかります。また敵を攻撃し続けることでブレードも消耗していきます。適切なタイミングでアイテムを使用し、使用した装備を回復させましょうと。なるほどね。では一旦ここでやめて次の方にパートに行きたいと思います。 YouTube の方でもね、いろいろ動画上げていますので、ご視聴いただければ嬉しいですね。あとチャンネル登録の方よろしくお願いします。 Twitter アカウントのドラゴンチーム K も活動中ですので、フォローしてください。お願いしますね。では ご視聴ありがとうございました。